こんにちは、のがチャンネルののがです。今回は前回に引き続きストレッチの1ヶ月チャレンジをしました。では早速ご覧ください。どうぞ。今回はストレッチ1ヶ月チャレンジです。前回1週間のチャレンジを取ったんですけども、その後1ヶ月チャレンジを続けていく途中でぎっくり腰になって中断してしまったので、一旦仕切り直してまた改めて今日から1ヶ月という形でやり直そうかなと思います。はい、ということで1ヶ月ストレッチチャレンジをしました。ストレッチはだいたいお風呂を出てすぐか寝る前のどちらかにやっていました。時間は結構まちまちで、短い時は 1,2 分、長いと本を読みながら15分、20分ぐらいはやっていたかなと思います。まあ、どんなに短い時間でも最低限は伸ばして30日間続けるようにしました。ということで、早速どのくらい柔らかくなったか結果をお見せしたいと思います。1ヶ月間いろいろストレッチをやってみて良かったストレッチとストレッチのコツをお話しします。ということでコツが3つ。1つ目が、無理に伸ばさないで息を吐く力でゆっくり伸ばす。2つ目が角度を変えたり体重の向きを変えて線ではなく面で伸ばす。3つ目がいきなり全部伸ばさずに部分ごと伸ばして最後に全部伸ばすということですね。1箇所にかける時間は筋肉の大きさによって柔らかくなる時間が違うらしいんですけども、太ももとか大きいところだったら 2,30 秒ぐらい、腕とかその小さい筋肉だったら10秒ぐらいを目安に、まあとにかく無理のない範囲で気持ちいいと感じる範囲で伸ばせてもらえたらなと思います。よいしょ。どうだったでしょうか。180度前後左右が目標だったんですけども、まあぴったり180度には届かず、ただそうですね、左右差も結構なくなってかなり柔らかくなったかなというふうに思います。体が柔らかくなると代謝が上がったりとか姿勢が良くなったりとか、健康面でメリットが大きいので、皆様も寝る前などぜひ試してみてはいかがでしょうか。ということで高評価とチャンネル登録と高評価とということで高評価とチャンネル登録とコメントお待ちしております。のがチャンネルののがでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。